ラクマキッチン。毎日の献立にお悩みの皆さん、楽々美味しいプロの味をお届けします。さあ今日はですね、うどんおよべブラザーズのおよべ健太さん、そして野田店副店長の石井瀬奈さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。岡山市北区本町にあります宿およべ、地元岡山の旬の魚や野菜を使ったお刺身や天ぷら、一品料理、さらにはね、およべオリジナルビールなど美味しいお酒も楽しめます。もちろんおよべの定番美味しいうどんもありまして、大満足のお店となっております。さあ早速ですけれどもね、今日のテーマです。こちら、居酒屋風のボリューム満点サラダを教えてということでね。居酒屋のサラダって本当美味しいですよね。大好き、絶対頼む、ね、ボリュームがあって、はい、さらにお酒のおつまみなんかもねぴったりですけれどもね、うん、はい。さあ今日はですね、そんなサラダこちらです。サーモンのマーラーサラダです。へー、美味しそう。本当美味しそうですね。さあどんなサラダですか。ちょっとピリ辛で、はい、もうお酒が進むような美味しいサラダです。あ、ちょっとピリ辛なんですね。一品になります、うん、マーラーというマーラーで、はいはい、このタレが一つね、今回はポイントですよ、はい、はい、では早速そのタレからね作っていきたいと思います。はい、ではあ、はい、じゃあ作ります。はい、こちらですね、火のついたフライパンですね、はい、でこれでいろんな調味料をねこう沸かしていくわけなんですけれども、はい、はい、ではまず醤油入れます。はい、大さじ2です。はい、はい、あと米酢ですね。こちら大さじ1ですね、はい、はい、あとごま油、これも大さじ1です。はい、あとラー油、はい、小さじ2です。どれもねご家庭にあるような調味料ですよね。はい、あと砂糖、はい、こちらも大さじ2です。あと塩、はい、あとニンニクを一かけらほどですね、はい、こちらもすりおろしたものです。はい、うんうん、はい、あとホアジャオを入れます、はい、ここにねホアジャオ少々を入れます。ホアジャオ、今日はここに注目、ホアジャオでアクセントということでね、あの麻婆豆腐作るときね結構使うんですけど、あ、まあそうですね、このサラダのタレにもぴったりなんですね。ぴったりビリッと効いて、はい、うまいっす。改めてホアジャオ、これ入れることによってどんなポイントになるんですか。まあ、ホアジャオは、ピリッとした辛さがまあ、あるあの中国の香辛料で、はい、もう気軽にスーパーでも買えるので、そうなんだ、はい、もう入れていただければもうご家庭ですぐプロの味が再現できると思います、うん、いいじゃないですか。もう今日すぐできるね。この香りがもうすでにいい香りしますけどね、特徴的ですよね。軽く煮立ったらもう OK。 そうですね、もう泡がもう一煮立ちしていただいたら、はい、もうあのすぐ止めていただいて、はい、はい、大丈夫です、はい、ではサラダの、ね、野菜です、はい、じゃあちょっとキャベツを切っていきます、はい。キャベツは8分の1個千切りにします。春キャベツがね、およべさん本当に美味しい時期ですもんね。そうですね、今はもう柔らかいしあれですよね、はい、ここは結構小さめの千切りに、細めの千切りにするのがいいですよね、はい、タレがねよく絡みますよね、はい、キャベツ千切りこちら、はい、山盛りです、いいですね、山盛りです。しっかりと野菜たっぷりというのが嬉しいです、ね、ポイントです。そしてここにこちらもね春の野菜、はい、スナップエンドですね。スナップエンドをね、はい、はい、4本使います。4本使います、はい、あ、これはもうこちらね半分に、はい、茹でたものです。はい、鮮やか緑が特徴的です。そして、はい、こちらも半分に切ったミニトマト、うん、トマトですね、うん、色のコントラストも美しいですよ、はい、はい、そしてここにこれがベビーリーフですね、はい、ベビーリーフも散らします。野菜たっぷりだね、いろんな種類の、はい、お酒に合うガツンとボリュームパンチはあるけれどもヘルシーというね、そんなサラダです。いいですね、はい、そしてもう一つの主役ですね、サーモン切っていきます。はい、切っていきます。切る時のポイントは大嫁さんありますか。そうね、ちょっと少し薄めに、お刺身で食べるよりかは薄めに切ってもらえたらなと思います、はい、あ、ちょっと薄めに、これは何か理由がありますか。ね、あのお野菜とこれがよく絡んだ時に、はい、はい、ちょっと薄い方が相性が良くない、相性が野菜ともね、はい、はい、ちょっと薄めにって、はい、少し薄めがポイントですね、はい、少し薄めにしてください、はい、そして
先ほどの、ね、野菜の上にきれいに盛り付けていきます。これはたまらんですね。タレタレしっかりとね、動物性のこのサーモンと そしてたっぷりの野菜がねいただけるという、はい、上に盛り付けましたら、ここに先ほど作ったタレをね、はい、かけていきます。いやいいですね、美味しそう。はい、はい、そして仕上げです。ナッツを砕いたもの。あ、そうですね、ナッツね、またおしゃれなね、これ見た目と食感のね、はい、アクセントありますよね。そして仕上げにレモン、はい、8分の1ですかね、はい、崩れてそう、山盛りですからね、野菜が。そうですね、しっかりたっぷり、はい、レモンを絞って、はい、はい、ちょっと形を整えますね。はい、お願いします。はい、OK ですか。はい、はい、これであっという間にできました。サーモンのマーラーサラダ完成です。美味しそうですね。もう香りがいいんですよ、これね、作ってる横にいても本当にいい香りしてきます。ではお二人どうぞ。あ、いい香りいただきます。おお、うん、美味しい。うん、もうあっさりしてるんだけど、あ、後からピリッとちょっとね、はい、辛みがやってきますけど、これがなんか美味しい辛みですね。うん、いただきます。あ、めちゃくちゃいい。うん、うんと進むな。ちょっと口いっぱいに入れちゃいましたけど、うん、もうね、頬張ったね。すごくピリッとした辛さがアクセントになってて、はい、野菜の甘さがしっかり引き立ってます。美味しいです。やっぱりね、ホアジャオ独特のね香りというのがありますもんね、うん、これも蒸し鶏とかでも結構相性がいいんで、はい、ピリッと効いて。なるほど、はい、そうか、結構いろんなタレ作ってたら、はい、他の食材にも応用が可能ということですね、はい、ぜひこのタレを覚えてください、はい、さあではレシピのおさらいです。ホアジャオを使うというのがね、今回のタレのポイントです。その他の材料ご覧の通りです。また旬のものなんかもね、使ってみてもいいかもしれません。詳しいレシピ、今時で検索してください。さあ、及部さんのお店、ご覧の各店舗となります。今の時期おすすめは？今牡蠣がすごく美味しい時期なので、はい、であと少しなんですよ、牡蠣を食べれるのが、はい、うん、ですので、もう今この時期にもう終わるまでにちょっとうどん屋各店にちょっと牡蠣の天ぷらや牡蠣フライを食べに来ていただきたいです。いいですね。牡蠣ちなみにどこさんの牡蠣ですか。日生です。あ、今日ニュースでもねやってましたけど、全国のね、そう、牡蠣の大会でグランプリ取ったんですよ。はい、美味しい牡蠣ぜひ皆さんね、あとちょっと3月ぐらいまで一杯、そうですね、3月一杯ほど、はい、ぜひ皆さんも味わってください。以上、楽うまキッチン及部さん石井さんでした。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。